そう、メンゲでしかしてなかった話が1個あったんで、ちょっとそれだけね、1個ね、していこうかなと。そうで、喉の病院に行った時に、鼻からね、カメラを入れるんですけど、恐ろしい話だよね。鼻からカメラを入れるっていう、恐ろしい話なんですけど、まあ、鼻からカメラを入れて、で、その、喉、声帯を見てもらったんですけど、それね、なんか、喉のね、ところで、声帯が、船長がなんか、あーって声を出す時に、こう、喉が閉まる癖があるって言われまして、つまりどういうことかというと、船長は声を出す時に今までずっと、あーって、こうやって声をね、出せたんですね。今多分、今まで通りの声が聞こえる、だと思うんですけど、これがね、結構ね、その船長のこの、声帯を締めた声、これかなり声通るには通るんですけど、これが結構負担のようなので、だから船長なるべく今は、喉をね、開いて喋るようにしてます。ちょっとだから声がね、若干違うというか、今までと違った感じに聞こえるかもしれないんですけど、まあ出そうと思えば、今まで通りのこういう感じでも喋れるんですけど、なんか負担があるみたいなんで、まあこういう感じでね、ちょっと開いて喋ろうと思っておりますので、なんで、まあ、ちょっと声の様子が違う感じに聞こえるかもしれないんですが、まあ、ちょっと使い分けてうまく、なるべく基本負担のない感じで喋りながら、まあ、ここぞという時だけ、うってやっていこうかなと思うのでね。まあ、こんな感じで、ちょっと負担を かけないように気をつけて喋っていこうと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。